はい、皆さんこんにちは、ケンです。今日は緩い感じでいきたいと思います。そろそろ次の新しい iPhone が発表されるじゃないですか。で、iPhone だなと思って、ちょっと僕も今気になってて、チェックしてるんですけど、iPhone って本当に便利だなって思うんですよ。で、結構ゲイの人にとっては出会いのツールとしてめちゃくちゃ重要な役割を果たしてくれたと思っていて、ちょっとこれはね、ゲイの人が見たらそうだよなっていう話になっちゃうかもしれないんですけど、こういかに他のゲイの人と出会えるかっていうのが、こう時代とともにどう移り変わってきたのかっていうのをちょっと振り返りつつ、今日は話していこうかなと思います。ということで、まずですね、僕がこうゲイだなって自覚して、こう同じゲイの人と会ってみたいなって思い始めたのが、もう10代後半頃だったんで、1990年代後半で、最初は知らない人と会うのって怖いじゃないですか。当時はポケベルから携帯電話が普及し始めて、出会い系っていう言葉が出始めたぐらいの時期だったんですけど、ちょっとそういう出会い系の怖い事件なんかもテレビで時々見たりしてたから、ちょっと怖い、不安だって気持ちもあり、かつゲイの人と出会うっていう一歩踏み出すってこと自体結構ビクビクしてたんで、なかなか足を踏み出せなかったんですけど、最初いろいろ情報収集してると、当時僕が入手できた情報はインターネットと、あとはゲイ雑誌、そういう紙媒体なんですけど、これも本当に売ってるとこ限られて、本当に県外まで買いに行かないと入手できないみたいな感じなんですよね。で、そのインターネットが普及するまでは、この雑誌の中にある通信欄、どこどこのどこどこ県の何々市に住んでますみたいな、同世代の人と出会いたいですみたいなのを投稿して、それに対してそれを見た人が、その出版社に手紙を送って、そこを経由でやり取りするみたいな方法があったんですけど、さすがに僕はその通信欄を使った出会いっていうのは経験したことなくって、初めてゲイの人と出会ったのはインターネットを使ってウェブサイト、当時ですね、当時こう活用みんながしていたウェブサイトっていうのが、メンズネットジャパンっていうウェブサイトがあって、これめちゃくちゃ本当に存在してくれててありがたいなって今でも思うんですけど、なんと今でも あって、1996年に開設したウェブサイトみたいですね。今でも現役ですね。で、そこにこうエリアごとの出会い掲示板みたいなのと、あとこう自分の写真が載せられるフォトメッセージっていうページがあって、で、当時僕は携帯電話にまだカメラとかつく前の時代だし、デジカメとかも当たり前のようにみんな持ってなかった時代なんで、その写真を載せるってのはできなかったし、ちょっと怖かったから、エリアボードとかを見ながら、あ、近めの人がいたらちょっとメールを送ってみようかなみたいなことをやってました。確か僕がそこで初めてやり取りをしながら会おうってなった人は同じ世代だったんですよね。当時僕高校3年生だったんですけど、同じ高校3年生で、で、ちょっと地元に近いところで会うのが不安だったんで、都内まで出て行って、普通平日で学校があった日だったんですけど、制服のまま、今考えればちょっと怖いなって思うんですけど、電車に乗って、確か上野駅だったと思うんですけど、上野駅の。で、その時僕まだ携帯電話持ってなくて、相手の電話番号を教えてもらったんで、公衆電話からこうお金チャリンチャリンって入れて、どこどこの電話の近くにいますみたいな出会い方をしたのを覚えていて、めちゃくちゃ原始的な時代でしたよね、今思うと。っていう時期がありつつ、で、そこからしばらくはそのインターネットを使った出会いっていうのが多分ベーシックな方法だったんじゃないかなと思うんですけど、2000年代に入ると少し状況が変わってきて、SNS っていうのが流行りだすんですよね。で、当時はまだ日本で Facebook がそんなに全盛じゃな
で最初に流行ったのはミクシーっていう SNS で、これが結構ゲイの人たちの出会いをなんかこう爆発的に、なんだろう、こう楽にさせた、活躍した SNS の一つだと思うんですけど、特にこれを使っててすごい、なんだろうな、特化してるなって思ったのは、こう結構そのなんでしょう、好きな人のタイプがこうカテゴリー化してったみたいなのが、あのこうミクシーになってから出来上がってったなと思って、なんかこう少しがっちりしてる人が好きですとか、なんかマッチョが好きですとか、デブセンとか痩せてる人が好きですとか、なんかそういうカテゴリーも割とこう、なんだろうな、たくさんの人が参加してる SNS なんで、コミュニティ化していって、こうカテゴリーの区分みたいな概念がで割とこうはっきりでき始めたのもこのぐらいの時期だったんじゃないかなって思うんですね。まあそれ以前もあったんですよ、芸雑誌とかこう雑誌ごとでその何でしょう、体型とかの系統が分かれてたんですけど、もうちょっとこうそこにみんなが参加するっていう、なんだろう、参加してる人まで見えるっていう意味では、なんか割とそういうジャンルがさらにクリアになってったかなっていうのがこのぐらいの時期で、僕は当時大学生だったんですけど、まあやっぱりミクシーを使ってて、でミクシーで出会った人もたくさん多かったし、でそのまま社会人に僕はなってもまだミクシーはもう現役バリバリで使ってて、で上京したんですよね、あの就職で、で友達とかいないじゃないですか、で寂しいなと思って、で、まあ、ずっと吹奏楽部で楽器もやってたし、音楽社会人になっても続けたいなと思って、なんかこう芸の人のこう音楽サークルとかないのかなとかって探したら、結構東京ってあって、で、まあ、そのいくつかのところに連絡をしてみたら、ちょっと見学にぜひ来てくださいよみたいな流れになって、結構そういう音楽つながりの友達が増えるきっかけにミクシーがなってくれたかなっていうのはありますね。まあ、今でもたまに見ますけども、全然チェックもしないし更新もしてないから荒れ放題なんですけど、まあ、ただね、ミクシー自体はまだ息長くサービス提供してるし、ね、頑張ってほしいとこですよね。で、まあ、ミクシーがあって、で割とそこからは結構ミクシーの時期がしばらく続きつつも、そこでですね、まあ、2008年に iPhone が発売されるわけですよ。で当時その iPhone 出た時に、日本はまあガラケー全盛だったじゃないですか。で、まあ、あのアップルが iPhone が出る前に、そもそもあの iPod っていうね、音楽プレイヤーを出してて、でそれは僕持ってたんですよ。で iPhone が出るって聞いた時に、あ、iPod に電話がつくんだみたいなイメージだったんですね。で iPod に電話はいらないなって最初思ってて、でまあちょっと高いしね、ただまあ身近な友達とかがちらほらこう持ち出すんですよね、 iPhone を。で使ってるとこ見ると、すごいなんか超近未来的なデバイスに見えて、こうちょっと憧れ始めるわけですよ。 で僕も多分発売されてから1年も経たないうちに買ったんじゃないかなと思うんですけど、そうしたらですね、こう出会い系アプリの先駆けである、あのグラインダーっていうアプリがあって、でそれが出たんですね。で今やこうオンライン上でね、アプリでこう人と出会うっていうのは結構ストレートの人たちも当たり前になってると思うんですけど、その時2008年なんで、2008年9年とかの出来事なんで、ゲイのコミュニティの方が一歩先を行ってましたね、そういう意味では。オンライン系のアプリでの出会いっていうのは、ストレートの人たちがこうやって Tinder とかでスワイプし出す前からゲイの人たちは使っていて、結構それってなんかこう、もうなんだろう、斬新、革新的だったんですよね。なぜなら、まあ本当に今の Tinder と同じ作りなんですけど、グラインダーって近くにいる人がこう順番に出てくるんですよ。だからなんか今までなんだろう、街歩いててゲイの人を見つけるなんてことは到底できないわけで、それがなんか、ね、写真さえ載せておけば近くにいる人が分かるっていうのは結構最初すごい新鮮で、まあ新鮮である反面、ちょっと他の人に自分がゲイであることがバレたら怖いみたいな状況も発生しつつ、ただまあ当時僕はもうそういうの結構どうでもよくなってたんで、まあ、いろんな人と出会えたら楽しいだろうなっていうところだけが先行してたんで、これはすごいなんかもう
大発明だ、すごい考えた人天才だと思って使ってたのを覚えてます。でそこからね結構日本で作られた出会い系のアプリとかも派生してって、結構そういう出会い系のアプリのバリエーションっていうのは今に至るまでめちゃくちゃ多岐にわたって便利になってきてはいるし、あとはまあね、そういう海外旅行とか行った先でもそういうアプリを見て地元の人たちとコミュニケーションできるんで、今までだったらねなかなかこう旅行先でなんかこう親しく仲良くなれるゲイの人と出会うっていうのはなんかバーとかに行って勇気を持って人と話しかけたりしないと無理だったけど、まあ、そういうのが結構そういうアプリの登場によって気軽にできるようになったっていうのはめちゃくちゃこうセクシャルマイノリティ、まあ、特にまあ僕自身はゲイなんでゲイの人にとってはめちゃくちゃ大革命だったんじゃないかなっていうふうに思います。でね、多分その後の結構こういう出会い系の流れってもう結構ゲイの人もストレートの人も区別なくなってきてるのが最近の時代なのかなっていうのが僕のこう感じてるところで、おそらくねそれこそ一般的な SNS をそういう出会いの使い方にしてる人も多いんじゃないかなと思って、まあ、Facebook もそうだし Twitter とか Instagram とかもっていうところで、ただまあなんか本当にちょっと振り返ってみるとそういうテクノロジーの登場と人との出会い方っていうのがめちゃくちゃ密接に絡んでるなと思って、まあねそろそろ次の iPhone が出るからちょっと iPhone のことを最初話そうかなと思ったんですけど、 iPhone のことっていうよりかはなんかちょっとそういう出会いの歴史って結構そういう時代のなんかなんだろうイノベーションがあってなんかこう便利さがドンって格段に上がる時期が何回か、まあ、この過去20年ぐらいの間にももう発生しているんだなと思って、まあ、ここからどうなるのかちょっとわからないですけど、うん、まあすごいそういう便利なものに生活が助けられてるなって思いますね。あとはなんか最近はそうやってまあ出会いもそうですけど SNS で情報発信することがもう当たり前になってきたじゃないですか。で、まあ、この間足立区の区議会の人がおっちゃんがなんか、ね、LGBT の人のことはもうよう知らんと、そんな人のことは考えなくていいと、でそんな人に優遇しちゃうと区が滅ぶみたいなこと言ってちょっとだいぶ非難を浴びていますが、それに対してこうすごくかなりタイムリーに若い人たちがこういや私たちはちゃんと生きてますと存在してますというのをこう写真を投稿しながら情報発信してるのとかを見て、ああいうレスポンスの仕方ってねそれこそ、ま、15年20年前だったらできなかったなってすごい思うんですよね。だし、まあ、ただ単にそういうなんだろう便利なものがなかったっていうのもそうだけど、割とだから今の20代ぐらいの人たちってそういうのに対して顔を出して情報発信することにそもそももうかなり抵抗がなくなってきているだなっていうのもなんだろう改めて考えると結構かなり大きい変化なんじゃないかなと思うんですね。いい変化だと思います。ね、これが僕が20代前半ぐらいの時だったとしたら、そもそももうなんだろう自分がゲイですって自己肯定も怪しいぐらいのレベルだったし、もうねそれをじゃあ顔を出して僕はゲイですみたいなのをじゃあインターネット上に公開できたかっつったらちょっと難しかったと思うんですよ。なんかミクシーみたいなこうクローズドなコミュニティだったからインターネットを活用できたと思うけど、それをじゃあツイッターとかフェイスブックに僕が20代の頃に載せられてたかっていうとちょっとあまりそういう勇気なかったなと思って、なんかそういうね技術の進歩とともに使う人のなんだろうメンタリティも少しずつ変わってきていて、まあ、日本ってまあちょっとそういうなんだろうなセクシャルマイノリティに対しての受け入れ方だとか、あとはそのセクシャルマイノリティ自身の人たちの自己肯定感がなかなか上がってこないって時期が結構長かったんじゃないかなと思うんですけど、やっとそういったものも少しずつ上がってきて、
ってかつ社会に発信積極的にしたいって思えるようになってきたっていうのはすごくいい流れかなと思ってます。なのでまあね、その足立区議の人の発言はめちゃくちゃ残念でしたけど、ああいったものにすぐこうやって声を上げられるっていうリアクションの仕方がこう社会としてこうどうやって動いていくのかなって、自分も含めてですけど見守るのはすごくエキサイティングな時代になってきたと思うし、その流れにね、こうやって僕もこうやって情報発信しているので、少しでも貢献できたらなっていうふうに思いますよね。はい、という感じで、ちょっと今日も取り留めのない感じになっちゃったんですけど、新しい iPhone が出るよっていうところからちょっと思ったことと、あとはその出会いの話を話してみました。はい、ということで今日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。